義経千本桜とは、人形浄瑠璃及び歌舞伎の演目の一つ。五段族、遠京四年十一月、大阪竹本座にて初演。二代目、竹田出雲、三好将楽、並木川流の合作。大物船矢倉、吉野花矢倉の角垣がつく。通称、千本桜。原平合戦後の源の義経の都落ちをきっかけに、実は生き延びていた。 平家の武将たちとそれに巻き込まれた者たちの悲劇を描く。吉経千本桜四段目の説、ガレ連法玄関の場。左から三代目、嵐三五郎の中心。三代目、市川段幸助の静か。文化十二年三月、江戸志村座。初代、歌川豊国が、八島の合戦で、平家が滅亡した後のこと。源の吉は、後白院の御所に、 武蔵坊弁慶を連れて参上し、合戦の様子を物語る。義経には、院から、合戦の恩賞に、初音の鼓が下されるが、院の長身左大将藤原朝方は、これは、義経の兄みなもと、頼朝を撃てという謎をかけた陰前であるという。困惑した義経は鼓を返上しようとするが、朝方は、人間汗のごとしという言葉を引き返上を。 すなわち、よりとも討伐を拒否することを許さない。弁慶は無茶を言う朝方に悪口するが、義経に、厳しく叱られる。では、この鼓は打たなければよいと、義経はとりあえず、初音の鼓を配慮することにした。北佐賀に、一人の二が住む草案があったが、そこに、平これ森の性質若葉の内詞は、我が子六代と共に隠れ住んでいる。内詞は、夫これ森はすでにこの世にはないものと、 思っていた。そこへ、菅がさりに身をやつした修目の賞金を竹里が訪れる。小金我れは、これ森の元家来である。人の噂によれば、これ森は生きていて、今は、高野山にいるという。内氏は六代を連れ小金我を共に、高野山へと立つことにした。だが、朝方の家来、井の熊大の神が手下を引き、内氏と六代を捕らえに来たので、には、 内しと六代を、戸棚の中へ素早く隠す。大の神は、二が怪しいと捉えるが、その隙に小金割れは、傘の二の中に内しと六代を移し、その場を逃れる。義経の家の住まい堀川御所では、縁が開かれ、義経の性質教の君、家来の駿河二郎や亀井六郎も同席する中、義経の愛称性御前が舞いを見せたりしている。弁慶は、 院の御所で朝方に悪口したことを義経に叱られ、目通りを許されなかったが、今日の君と性の取りなしにより弁慶は許される。そこへ鎌倉から義経への使者として川越太郎茂よりが訪れた。鎌倉に届けられた平家の武将の平友盛、平これ盛平野の利常の首が偽首だったこと、また、 よりともをうてとの意を込めた初音の鼓を、ごしらかわいにより受け取ったのは、鎌倉に対する無本の疑いがあること、平家の平大納言、時忠の娘である京の君をめとったことを正す。吉常は、偽首を届けたのは一旦対象であるともたちが、死んだと世に知らせることで天下を正室にしようとしたためであり、初音の鼓については、 因よりの賜り物なので返上できないが、兄頼朝への範囲はないことを表すため自ら手には触れないと心に決めている。また、平家の女を妻にすることがとがめられるというのなら、頼朝の衆と法上時世も、平氏、まして今日の君は実は川越太郎の娘であり、それを時ただが養女にもらい受けたに過ぎないではないかという。 だが、義経の権技を晴らすため、今日の君は自害してしまう。義経は、今日の君の最後を嘆き、川越も、本心では悲しみつつも、今日の君の首を打った。その時、表の方から陣大子や時の声がどっと上がる。鎌倉からの打ってとして、運の太郎と土佐ぼう存が攻め寄せてきたのだった。今、雲野のたちと敵対しては、まずいと義経が思うところ、 なんと弁慶が門外で、運の太郎を撃ち取ってしまったとの知らせが来る。弁慶のせいで、せっかくの今日の君の犠牲が無駄になった、と、吉常も川越も嘆くが、吉常は、初音の鼓を持ちするが二郎と、亀井六郎を共にして館から脱出する。弁慶が、邸内に戻ると、もはや中には誰もおらずひっそりしている。と砂防小尊が手勢を率いてなだれ込み襲いかかるが、 弁慶は手勢を投げ飛ばしと砂防の首を引き抜いて、打ち取り、義経の後を追って行く。義経は、駿河と亀井の二人を連れて伏見稲荷までやってくる。そこへ聖御前がようやく追いつき、自分も共に連れて行ってと義経に願う。義経一行は、遠野峰の寺に行くので女は、連れて行かぬ方が良いと、駿河は進言する。弁慶も追いついて現れる。だが義経は、 今日の君のことから扇でもって、弁慶を散々に殴り、手打ちにしてくれると怒る。弁慶は、だからといって、主君の命を狙う者をそのまま捨ておけようかと涙を、はらはらと流し、生も、弁慶を許すよう言葉を添えるので、義経も一人でも味方が欲しい事実なので、今回ばかりは、許すというのだった。しかし生については、義経との堂々は許されなかった。義常一行は、 遠の峰に向かうのはやめ、摂津大物の裏より船に乗って、九州へ向かうことにした。なれば、なおのこと女は共にできず、生は都にとどまるよう、駿河たちは言う。生は泣きながら連れて行くよう義経に訴えるが、義経も心では、生を憐れと思いつつも、次に会うまでの形見にせよと初音の鼓を生に与える。それでも生は義常にすがりつくので、致し方なく、駿河は、 鼓の調べをでもって、近くの枯れ木に生と鼓を縛り付け、吉爪一行は立ち去る。一人残され、嘆き悲しむ生。そこに増兵を率いて、吉爪を探しに来た、と佐賀の家来、い、つみ唐田が生を見つける。唐田は、思いもよらぬ幸運と喜び、鼓を奪い生を引っ立てようとするところへ、佐藤忠信が現れ唐田たちを討ち取った。吉爪一行も戻ってきて、 中心は、義経と対面する。中心は、故郷で和国にいる母親が病であると聞き、義経の許しを得て、里帰りをしていたが、その病も本伏したので、都に戻る途中、義経の危機を知り、ここへ駆けつけたのだという。義経は、生を助けた孔により、その褒美に、源黒ヨ義経の名と自分の鎧を中心に与えた。中心は涙を流して喜ぶ。 義経一行は生と中心を残して立ち去り、中心は義経の命により生の身柄を預かることになる。摂津大物の裏の海鮮魚と都会屋に鎌倉より義経探索に出張ってきた相模五郎という侍が手下を率いて訪れる。相模は九州に向こうと噂される義経一行を追うため、戦役のある船に自分たちを乗せろという。 主の銀平はちょうど留守にしており、銀平の女房を利勇が応対して断ろうとするが、相模は憲兵づくな態度で船を譲れと迫り、ついには戦役の者と直接話をつけてやると奥へ踏み込もうとする。そこへ銀平が戻り、なおも無理を言う相模を腕づくで追い払った。戦役の客とは、実は九州に落ちて行こうとする、義経一行であった。義経は、 鎌倉より追われる、斧神の上を嘆くが、金平は義経に味方すると言い,い、今の相模が再び来てはいけないから、一刻も早く用意した船で出発するように進める。義経たちはその言葉に従い、差率を着て、都会屋から立って行った。だが、銀平とは、実は合戦で打ち死にしたと言われる、平智森だった。その娘のおというのも実は受水したはずの、安徳天皇。 女房のお竜は、実は、安徳帝の馬天使の壺である。銀平こと友森は、安徳帝を掲げ平家の最高を狙っており、まずはその手始めに、自分のところに来た義常に、変報をせんとしていたのである。先ほど来た鎌倉武士の相模五郎というのも実は、友森の家来で、義常一行を信用させるためにわざと仕組んだ、芝居であった。友森は、 義経たちの目をくらませようと白装束に白いとおどしの鎧を着て姿を幽霊にやつし、さらにこれも幽霊にやつした手勢を引き、会場の嵐に乗じて義経を葬ろうと出かけてゆく。安徳帝と天智のつぼねは装束を改め、とももりからの知らせを待っていた。夜が更けて雨風も激しく吹き、神代鼓が鳴り響く。そこへ、相模五郎が駆けつけ、 戦の様子について中心する。ところが、義経たちはかねてから用意がしてあったのか、手勢を揃えて、とももりたちに反撃し、味方は劣勢となって、危うく見えると言って相模は再び戦えと戻っていった。この知らせに気づかわしく思うつぼねは障子を開けて、沖の方を見ると、味方の船の明かりが、次々と消えてゆく。さらに、一味の入江丹蔵が手を追いながら現れ、 味方は一人残らず、内ちに、とももりは、行方知れずと中心し、持っていた刀を腹に突っ込みながら、海へと受水した。義経への奇襲は失敗したのである。曲は、涙にくれるが、やがて、安徳帝と共に、自害の覚悟を極め、大物の裏の浜の肩へと向かう。浜井と来た天智のつぼねは、源氏から逃れるためこの海に受水することを、安徳帝に言い聞かせる。 すると幼い安徳帝は、天照大臣に、この世への糸まごいにと、伊勢の方へ向かって手を合わせ、今ぞ知るミモ裾ソガの流れには、波の底にも、とありとはと読む。局は嘆きつつも、意を決して安徳帝をしっかと抱き上げ海に身を、投げようとした。その時、後ろから義経が壺を抱きかかえ止める。義経は帝を小脇に抱え、局の手を無理に引いて、 都会屋の中に入った。原宿も浮世がこう、歌川国吉が。銀平実はとももりが、吉爪一行を襲うも帰り討ちに会い、負傷した姿を描く。かかるところへ、とももりが、髪は大荒は体には矢を多く受けて負傷した姿で、立ち帰り、喜びながら、帝とつぼねを呼ぶと、一軒のうちより帝を抱え局を従えた吉爪は現れる。 この家に登留した時からその主とい,いまた娘と、いいただものではない、平家の落ちうであろうと察し、裏を書いて、とももりの計略を知りけたのである。だが、安徳帝の身柄については決して悪いようにはしないと、義経は言う。それでもなお義経に立ち向かおうとするとももりに、武蔵坊弁慶が悪念を断ち切れとの意を込めた図を、ひらりととももりの首にかけ、 また、帝が吉経のことをあだに思うなと友守に言葉をかけた。さらに、天時のつぼねは持っていた会見で自害してしまったので、さすがの友守もしばし言葉もなかった。友守は、はらはらと涙を流して語る。安徳帝が、帝の身にありながら、再会に漂い、平家の一門と共に、戦の中で苦しんだのも、実は安徳帝は姫宮であり、それを、 とももりたちの父、平野清盛が、外籍になりたい望みでもって、男ぐると偽り、行為につけたので、天照大臣の罰が当たったのだと。そして、とももりは帝角を吉常に託し、自らは船に乗って、大物の裏の海に出ると怒りを担ぎ、身を投げて果てたのだった。若葉のないし、六代、小金我の一行は、平これ森の消息を尋ねに、 大和国を経由し高かの山へと向かっていた。その途中、吉野下市村の茶店でにを下ろし休憩する。内市が六代に与える薬を切らしたと聞いた茶店の女は、では自分が買ってきてあげましょうと、内市たちに後を頼みその場を外した。幼い六代は、茶店の傍らにあった土地の木から落ちた好みを拾って遊んでいる。 そこへ風呂敷を背負った旅なりの若い男がやってきて、これも茶店で休む。しばらくして土地の実を拾う様子を見た。この男は木についているのを取るのがよかろうと、木に向かって石粒手を投げる。それに当たった土地の実がバラバラと落ち、六代は喜んで土地の実を拾う。やがて旅の男は茶店を立った。小金わがふと自分のおろした荷を見た。これは、 自分が背負ってきた荷物ではない。そういえば、先ほどの旅の男がよく似た荷物を背負っていた。あの男が自分の荷物と取り違えて持って行ったのに違いない。取り返そうと小金はが駆け出そうとするところへ、男が道の向こうから大慌てで戻り、小金我に2を取り違えた粗相を浴びる。そして2の中身に間違いがないかどうか、互いに改めることになった。だが、男は、 思いもよらぬことを言い出す。自分の2の中には二十両という大金が入っていた。それが、今にを改めるとその金が見当たらない。お前が二十両の金をくすねたのだろうと、言いがかりをつけ始めたのである。小金はでは、お尋ね者であるないしと六代の身の上を思い、なんとか、穏便に済まそうとするが、男はなおも、悪態をつき金を出せと騒ぐので、 小金我はついにこらえきれず刀を抜いた。だが内しはそれを止め、涙ながらに男の言う通りにというので、小金我も悔しくはあったが金を地面に叩きつけ、内しと六代を連れてその場を立ち去る。男は、うまい仕事と言いながら金を拾い集め、さてば口上へ行こうとすると、戻っていた茶店の女がその前に立ちはだかり、男の胸ぐらを取って引き据えた。 男はこの近在で鶴別市屋を営む野材門の、せがれ、伊が、美のゴンタというチンピラであった。そして、この茶店の女とは、ゴンタの女房商船で、その間に、全太子という子を設けた仲だったのである。商船は少し前にこの場に戻り、ゴンタが子が寝割れた地から金をゆすり取るのおかげで見ていた。 こうしたことをするから、親の野罪も御様から感動も同然に見限られている。この善、ふとしのためも思って、行いを改めてくれと意見するが、ゴンタは、そもそも今のように身を持ち崩したのも、元は、御所の町の隠し場板だった、お前に入れあげたのがきっかけだなどと開き直る始末。だが片らにいた善太が、とと様さ,さあないにござれとゴンタの手を引くと我が子は、かわいいか。 ゴンタはその手を引いて、商船と共に、我が家へ帰るのだった。一方、若葉の内詞と六大探索の追ってはついにこの、山和にまで及び、内詞たちは追われていた。すでに夜、藤原朝方の家来、井の熊大の神は手下を引きい内詞たちを襲うが、小金我は手下たちを切り捨て、大の神も最後には、切り殺すも深手を追わされる。 小金我は嘆くないしと六代をその場から逃がすと行き、炊いた。そこへ、村の集まりからの帰り、ち人を持って、夜道を歩む、鶴別シ屋の矢沢衛門は、偶然、小金我の意外を見かける。矢沢衛門は一旦は、見知らぬ若者の亡骸に念仏を唱えてを合わせて、通り過ぎた。が、何を思ったのかその死骸のところへ立ち戻り、辺りを見回すと自分が刺していた刀を抜いて、 首を切り落とし、その首を持って飛ぶように去っていく。その頃鶴瓶寿司屋では、ヤザ門の女房と娘のお里が、家業の寿司の商いに励んでいた。お里は上機嫌、それというのも明日の晩には、下男のヤスと修言をあげることになっていたからである。ヤスはヤザ門が連れてきた美男子で、お里はそんなヤスに惚れている。ヤスが戻り、 お里が早速におぼうき取りで話をするところ、この家の総領をいがみのゴンタが父や左衛門の目を盗んでやってきた。ゴンタは母親に話があるから奥へ行けと、安家とお里をその場から追い払った。母親は、ヤクザなゴンタがまた金の無心にでも来たかと機嫌を悪くするが、ゴンタの口から出たのは、糸まごいの言葉であった。大干所に収める年貢の金三貫目を人に盗まれ。 年貢を収めることができないからその戸が出資罪になるのだという。などと言いながら、嘘泣きをする、ゴンタ、親から金を引き出すための嘘八百である。しかしその話を甘い母親は真に受け、戸棚から三貫目の金を出し、ゴンタに与える。ゴンタはしてやったりと思いながら、それを空の寿司受けに入れて持っていこうとすると、けたたましくとを叩く音。父親の野左衛門が帰ってきたのである。 ゴンタは慌て、とりあえずそこに並んだ寿司桶の中に金を入れた桶を紛れ込ませ、母親は奥へ、ゴンタは戸口のあたりに身を隠した。ヤザエ門の声に気づいたヤスが奥より出て戸を開けた。ヤザエ門は最善道から持ってきた小金我の首を空の寿司桶に隠し、お里たちを呼ぼうとするヤスを止め、下男のヤスを神座に座らせる。ヤスとは、実は、 平野茂盛の子息三位中将これ森であった。源平の合戦の後、熊の参りをしていた矢財門は、これ森と偶然出会い、この山と下市に連れてきて、安家と名乗らせかくまっていたのだった。平野茂盛はその昔、後世を頼むために、こしの幾多山に黄金三千両を収めようとし、その時、瀬戸内で先導をしていた矢財門は、 この三千両を運ぶ役目を仰せ使った。だがヤ財門とその仲間の先導たちは三千両を盗み仲間内で分け合った。このことは重盛に露見した。しかし重盛は日本の金をもろこしに送ろうとした自らこそ盗賊である得意ヤザエ門たちのしたことを不問にしたのだった。ヤ財門はこの昔の恩義に感じてその息子のこれ森を助けたのだったが、 今自分の息子がいがみなどと呼ばれて盗み語りを働くのも昔重ゲ森公より金を盗んだ親の因果が子に報いているのだろうと嘆く。そこへお里が出てきたので、野財門はこれ森を残して奥へと入った。お里は一つ、布団に枕を二つ並べて、ウキウキしているが、これ森は若葉のないしや六代のことを思うと気も晴れない。 そんな様子にお里は先に布団で横になり寝てしまう。小倉義百人一首安家との祝言を喜ぶお里を、よそに、安家実はこれ森は若葉のない子と六代のことを思う。歌川広重が、自分には本当は妻子がある、とこれ森が思い悩んでいると、表から人への宿を買う女の声がする。これ森は、 ここは寿司屋で宿屋ではないと家の中から断ったが、幼子を連れているのでどうか、かずよ、となおも頼むので、直接断ろうと戸を開けた。見れば、若葉のないしと六代。思わぬ再会に三人は驚き涙しつつも、これ森は密かにないしと六代をうちに招き入れ、互いに積もる話をするのだった。だがその話を、お里は聞いていた。思わずわっと泣き声を上げるお里。 逃げようとするないしと六代をお里はとどめ、神座に直し、これ森のことは思い切ると、涙ながらに語るので、ないしもその心根に涙する。ところがそこへ、村役人が来て、ここに、鎌倉信士、梶原景時が来ると告げて去る。これ森たちは驚くが、お里は、上市村にある野財門の隠居所に行くよう進め、これ森たちはその場を立ちのく。ながさらに、 物陰に隠れていたゴンタが飛び出した。それまでの様子を聞いていたゴンタは、これ森たちを捕まえて褒美にしようと、それを止めようとする、お里を蹴飛ばし、三貫目の入ったはずの寿司桶を、持ち後を追って行く。お里は、野ザ門と母親を呼ぶ。お里から話を聞いた野ザ門は刀を刺して、表を飛び出した。だかその道の向こうから、提灯を灯した大勢の者がやってくる。やあ。 おいぼれめどこへ行くそう言って現れたのは、手勢を率いた、梶原わ時。かげとき。ざえが出ていた村の集まりとは、鎌倉から来たかげときが、これもり戦義のために村人を集めていたものであった。これもりの,の,のことをかげときから聞かれたやざえ門は、当然知らぬ存ぜぬで通したが、かげときは、これもりがこの家にいることはすでに露見しており、逃げられないようわざと泳がせていた。これもりの首を打って、 私とヤザ門に迫る。するとヤザ門は、これ森はもう首にしてあるという。ヤザ門は、最前道で拾った若者の首をこれ森の身代わりに、するつもりだった。そして寿司桶に隠した偽首を出そうとする。ところがヤザ門の女房は、その桶に自分が内緒で、ゴンタに与えた三冠目が入っていると思い、影時がいるのも構わずに、ヤザ門が桶を開けることを阻む。 影時は、さてはこいつら言い合わせ、縛れくくれと手下たちに言うまさにその時、ゴンタが、これ森たちを捕らえたと言ってやってきたのである。ゴンタは縛り上げた内しと六代を引き出し、これ森の首を影時の前に出した。これ森を捕らえようとしたが、手ひどく抗ったので、殺して、首にしたのだという。影時はその働きを褒め、親や左衛門がこれ森をかくまった罪は許してやると。 言うと、親の命はいらぬから、他の褒美が欲しいというゴンタ。ではこれをやろうと、影時は着ていた、ジンバオリを脱いでゴンタに与えた。これは元よりともこが着ていたのを配慮したもので、これを持って鎌倉に来れば、引き換えに金を渡してやる。そう言い残し影時は首を納め、縄付きのないと六代も引っ立てて下と共に立ち去った。矢ザエ門の怒りが爆発した。 ヤザイモンは隙を見て、ゴンタの体に刀を突っ込む。苦しむゴンタ。母親は、悲しむが、怒りの収まらぬヤザイモンは、こんな奴を生けておくわ。世界の人の大きな難儀と、なおも、ゴンタを刀でえぐる。しかし苦しみながらゴンタはヤザイモンに言う、こなたの力でこれりを助けることはかなわぬと。そして、ヤザイモンが偽首を入れたはずの寿司をけを開けると、 そこからは三冠目が出てきたのである。ゴンタは自分が持っていった寿司受けの中身が生首と取り違えたことに気づき、これをこれ森の身代わりとして影時に差し出した。そして縛って渡した内視六代とは自分の女房子供の商船と全太だったのである。ゴンタが笛を吹くと、それを合図にこれ森たちが駆けつけた。ゴンタは最前科の中に身を隠すうち、 これリとヤザエモンの身の上を聞き改心することにしたのだという。そして、偽首を持って出た途中小戦と全太に出会い、小戦は自分たちを内し六代の身代わりとするよう自ら願い出たのだと語る。ヤザエモンはこれを聞き、まともに嫁よ孫よと呼べなかったことを女房と共に憎い、嘆くのであった。これ森と内視も涙し、これ森はヤザエが持ち帰った首というのは、 自分の家来だった種名の賞金語であると語る。ゴンタがもらったジンバオリが頼朝の使った品だと聞き、これ森はせめてもの偏方にと、刀でジンバオリを咲こうとした。ところがその裏地には、思わせぶりなおのこ町の読んだ和歌が記されている。これ森は不審に思いなおも、ジンバオリを改めると、その中には今朝衣と数図が縫い込まれていた。頼朝はその昔、 平治の乱で平家に捕まり殺されるはずだったのを清盛のママ母へ家の善儀が命を助けた。その恩を思い、今度はこれ森の命を助けたのだった。つまりゴンタが用意した身代わりは全て最初から見破られていたのである。測ったと思ったが、あっちが見長天、とゴンタは苦しみつつも悔やむ。これ森は出家を決意し、田草を切ってこの場を立とうとする。 内氏とお里は自分たちも共にとこれ森にすがるが、これ森は二人を尻溶け、内氏は高尾の文革のところに行き六代のことを頼み、お里は兄に代わって、親に孝行せよという。野左衛門は内氏と六代の友をしようと、これも旅自宅をしてたとうとする。母親はせめて最後の近い息子を見取ってくれと、野左衛門に泣きながら頼むが、死んだを見ては、 一足も歩かれる物飼いのと矢左衛門は嘆く。そんな一家の様子を不憫に思いながらもこれ森は、高野山へと、内守と六代、矢左衛門は、高尾へとそれぞれ向こう。ゴン太は、最後を迎えようとしていた。生後前は戸に泊まっていたが、やはり義経のことが恋しくてたまらず、ついに戸を後にして、義経の元へと行くことにした。 その義経が吉野にいるらしいとの噂を聞き、まだ木々の目がほころぶ、初春の自分、吉野に無用な一人で道を歩む。義経より預かった初音の鼓を打っていると、佐藤忠信が遅れて現れた。中心が義経より賜った鎧を出してうやまうと、聖はその上に義経の顔に寄えて、鼓を置いた。この鎧を賜ったのも、兄、 嗣信のの中勤であると中心はいい。話のついでに、兄、佐藤嗣信が、八島の戦いで、野戸守るの律根と戦って打ち死にしたことを物語思わず涙する。再び歩む生徒、中心主従は、あわら峠を越え、吉野山のふもとへとたどり着いた。ザオ堂二代目、沢村ヨド郎の我連方言と、初代、坂東義シの鬼、佐渡坊。年月。 江戸河原崎座。四段目の座王堂が歌舞伎で演じられることは少なく、それが役者へに取り上げられるのはさらに珍しい。写楽が、生徒中心は吉野山の座王堂近くにまで来る。そこで掃除をしている百姓たちにこの山の首都頭であるガレン方言の館について尋ね、二人は方言のもとへと急ぐ。一方座王堂では、 そのカーレン方言が、山品の北京坊、梅本の鬼、佐渡坊、返し坂の薬員坊という荒坊子たちを集めて、表情をしようとしていた。方言の親類である、鎌倉武士の宇ばら左衛門のから書状が届き、それによれば、兄頼朝に背いた、苦労義常が山和にいるとの知らせが鎌倉に聞こえ、もしこの吉野山にいて、それをかくまうようであれば、 この山にある寺院をまとめて滅ぼすとのことである。義経に味方すべきかどうか。方言はまず北京坊たちの意向を聞いた。北京坊たちは口を揃え、義経に味方するという。そこに、北京坊に身を寄せる客層、横側の佐都市藩が遅れて現れる。これも、大立ちを吐いた荒帽子である。方言が、佐都市藩に聞くと、やはり義経に味方するという。だが、 本源は義経に弓引くつもりだと、皆に答える。人山主との頭として、義経をかばってこの山を危うい目に合わすわけにはいかない。それでも、義経をかばおうというのなら、その時は、敵味方だと言い残し、本源はその場を去った。実は、北京棒たちは、本心では義経を殺すつもりだった。しかしが蓮方源が義経に味方し、 その身をかくまっていると聞いていたので、わざと反対のことを答えたのである。それが、あてが外れたと思う北京坊たちを、さっと師範は笑い、今の返答で方言が自分たちを信用していない、ことが分かった。この上はヨシを逃がさぬよう、今夜のうちに、ガレン方言の館を襲撃しようと、北京坊たちと相談するのだった。果たしてヨシは、ガレン方言の館に身を寄せていた。 ザオウドの表情から方言が自邸に戻る。方言は妻のアスカに変身して義経を討つつもりだと言い、さらに鎌倉からのウバ左衛門のの書状をアスカに読ませる。アスカはウバ左衛門のの妹であった。そんな夫の様子を見てアスカはその刀を奪い自害しようとする。方言は義経を裏切るような人間ではない。自分が鎌倉武士の身内だから、 義経のことを内通して知らせたと疑うのかとアスカは、恨み嘆く。すると方言は、ウバラの書状をズタズタに引き裂き、これも、義経への忠説のためである。書状は引き裂いたすなわち疑いは晴れたから、安堵して、自害を止まれというので、アスカも恨みを解く。義経も出てきて、方言の行為に感謝するのだった。ガレン方言館十四代目森田いよいよのヨシ 昭和19年2月、新橋演部場そこへ、佐藤忠信がやってくる。義経は、中心との再会を喜ぶが、聖御前の姿が見えない。聖はどうしたのかと尋ねる義経に、中心は、不審そうな顔をした。自分は、故郷ではから、今戻ったばかりで、聖御前のことは知らないという。義常はこれを聞き激怒する。とから逃れるとき、 不見稲荷で中心に、生の身柄を預けたはずである。それをとぼけるとはさては自分を裏切り、鎌倉に生を渡したのに違いない。不中者の人でなしめと、駿河二郎と、亀井六郎を呼ぶ。駿河と亀井は中心を捉えようとし、訳がわからないという様子の中心は刀を投げ出して、両人待ったというまさにその時、なんと、また中心が 聖御前を伴いこの館に現れたとの知らせ。この場にいた者は皆行転した。この場にいた中心が、今来たという中心こそ偽者、捕まえて、疑いを晴らそうと駆け出そうとするが、駿河と亀井はその身に疑いある以上は動かさぬという苦手を阻む。やがて聖御前が、初音の鼓を持って、義経たちの前に現れた。義経との再会に嬉し涙をこぼすせい。 義経は静かに、堂々していた中心のことについて聞く。生の友をしていたはずの中心は、いつの間にいなくなっている。そういえば、今目の前にいる中心は、自分の友をしていた中心とは違うようだと生は言う。ながその中心が、初音の鼓を打つと現れると聞いた義経は、それぞ戦人の良い手立てと、静かに鼓を打つことを命じ自らは奥へと、中心は、 駿河と亀井に囲まれながらこれもその場を立ち抜く。一人残された聖が、初音の鼓を撃つ。すると、また中心が現れた。鼓の音を聞いて、うっとりする様子である。聖は、遅かった、ただのぶ殿と言いながら、隙を見て、刀で切りつけようとする。この中心は、切られる、覚えかつてなしとあらがうが、鼓をかせに聖に攻められ、ついにその正体を白状した。 ガレン方言館左から二代目沢村国府都市の狐中心、初代朝音楽中の静かの前、文政八年八月、大阪中の芝居、樹高堂義国がその昔、漢武天皇の御世のこと。天下が干ばつとなって雨乞いをするため、大和の国の千年生きながら得ているというメスギツネと、おすギツネを借り出し、 その生皮をいで作った鼓を打つとたちまち雨が降り出した。そのメスギツネとオスギツネの皮で作った鼓とは、初音の鼓、自分はその鼓にされた狐の子だというのである。この子ギツネは、皮となっても親たちのことを恋したっていたが、初音の鼓がヨシツに下されたのを知り、不見身なりで、佐藤忠信に化け性の危機を救い、 今日まで鼓を持つ生に付き従っていたのだという。その心根に生は涙し、また義経も出てきてなお親を思う狐の心を、憐れむが、本物の中心にこれ以上迷惑はかけられないと、小狐は泣きながら、姿を消してしまう。義経は小狐を呼び戻そうと、静かに鼓を打たせたが、不思議なことにいくら打っても音が出なくなった。 づみに未だ魂がこもり、親子の別れを悲しんでいるらしい。義経は、自分は、幼少の頃に、父義友とは死別れ、身寄りのない倉間山で成長し、その後兄頼友に仕えたが、これも憎まれ、追われる今の身の上となった。この義経とこの狐、いずれも親兄弟との縁の薄さよと嘆く。生も嘆くとこの声を聞いたか。 再び小ネこと玄ツネが姿を現す。吉ネは生を今日まで守った功により、この鼓を与えるぞと手図から初音の鼓を玄ツネに与えた。玄ツネの喜びようはこの上もない。玄ツネはそのお礼にと、今宵、悪奉仕たちが吉ネをうちにこの館を襲うことを知らせ、鼓と共に姿を消すのであった。本物の中心が、 鶴が亀井と共に出てきて、自らの潔白が明かされたことを喜んでいると、方言が駆けつけ、玄黒鬼爪の言葉通り奉仕たちがこの館に攻め寄せてくるという。義爪は自分に思う死災ありと言って生と共に奥へと入った。やがて、山品の北京坊たちが館に来るが中心たちや、方言に、また玄黒鬼爪の現実もあって皆、取り押さえられてしまう。 そこへ、衣の下に鎧を着込み、なぎなたを持った、横川の里師藩が来て、方言を呼ぶ。その時、平家の大将、野戸守乗常と守るの待てと吉爪が声をかけた。横川の里師藩とは世を忍ぶ、仮の姿、実はこれも、源平の戦いで受水したと言われた、平のの常だったのである。吉爪は、里師藩ことの常と数度人を交えると、 いきなり逃げ出し奥へと入ってしまう。野がさじとのりつねは奥へと踏み込んで一軒の障子を開け放つと、そこにいたのは幼い安徳帝。驚くのりつねに安徳帝はこれまでの戦きを語り、この上は母である軒令門院に会いたいと泣き伏す。のりつねは安徳帝を斧のが住処に移そうと、 抱き上げて立ち去ろうとするところにするがと、亀井、方言がその前に立ちはだかり、互いに睨み合う。そこへ、山手何時ら底国津など、エボシカリの霊装で現れた義経が、この場は安徳帝を見送り、勝負はノりツを兄のあだとする、佐藤忠信と後日に決すべしと、改めての決戦を互いに訳して、別れるのであった。雪のまだ残る吉野山で、 佐藤忠信は、佐藤半子と乗りつねと決着をつけることになった。鎌倉勢も攻め寄せるが、中心一人でそれらを退ける。乗りつねが現れ中心と激しい勝負となるが、中心は乗りつねに組み敷かれてしまう。ところがそこへもう一人中心が駆けつけ、乗りつねに取り付いた。差し物乗りも仰天し、振り払おうとすると、その中心は、吉爪の鎧に返事。 その隙を狙って組み敷かれた中心がのりつねに手を追わせる。玄黒義つが現実をもって中心を助けたのである。そこへ、義つねが現れ、安徳帝は母である、賢礼門院の下で出家を遂げたと告げると、川越太郎もやってきて、藤原朝方を縛って引き出し、頼朝を打てという院前はこの朝方の暴力であると現れたので、 その処分を義常に任せるとの後白河院の言葉を伝えた。平家追悼の院前もこの朝方の仕業と聞く、こいつを殺すのが一門への言い訳と、乗り常は朝方の首を打ち落とす。その乗り常は兄、つ信のぶ仇と佐藤忠信に打たれ、平家はここにまさしく滅びたのであった。原平の合戦で大活躍をしたにもかかわらず、兄皆もと頼朝と不安になり、 各地を逃亡の末王州藤原氏を頼るも、その藤原氏に襲われ自害して果てたクローーン、苦労法眼、吉爪の生涯は、古くより、人々の関心と同情を集め、文学作品や音楽などに頻繁に取り上げられている。この、義経千本桜も、そんな義経を題材とした、義太友浄瑠璃の一つである。ただし単純に、吉爪の辞席を取り上げる、女児劇とするのではなく、 義経をめぐる人物群に注目したことで作劇の幅が大きく広がり、ある場面では合戦の再現を、またある場面では全くの創作を加えて多彩な場面を描き出すことに成功している。平家物語や義経記などを材料にし、原平合戦後、義経が頼朝の命を受けた土砂坊生存に堀川邸を襲撃されて、とう立ちのき、 住者を連れせっつ大物の裏から山と吉野山に逃れるまでのことを脚色するが、二段目には脳、NO、船、弁慶などの思考も取り入れ、さらに作者たちの想像によるドラマが加えられたことで、複雑な筋を持つ作品となった。その中では吉常はいわば多数の登場人物をつなぐ、扇のようのような存在で、物語の主体となるのは、厳平合戦で滅びたはずの平友も森。 平ラコレモリ、タイラノノ吉野のヨシ門一家、そして吉シの家臣、佐藤忠信の偽物である。これによりあらすじも平友盛、モモ門一家、玄九郎狐それぞれ三つの筋を持っている。もともと悲劇の英雄として人気の高かった吉シ伝説に優れた作劇がされた本作は、その初演が古今の大当たりとなり、 以来人形浄瑠璃と歌舞伎いずれも人気演目の一つとして今に至るも盛んに上演され、また菅原伝授手習い館、金本中心蔵と共に、犠牲浄瑠璃における三大傑作の一つに数えられている。本作が歌舞伎で初めて上演されたのは慶、大阪、江戸の三都ではなく、竹本座での初演の翌年、延響5年正月の伊勢の芝,の芝居だったという。 その後、同年5月の江戸中村座で、さらに1月遅れの6月には森田座で上演された。上方では、同年8月、大阪中の芝居が最初である。商業演劇のみならず、伏見稲荷の場等は、地芝居でもよく演じられている。ただし断っておかなければならないのは、本作は題名に、千本桜とついているにもかかわらず、実は、桜の咲いている場面は、 前段の中には一つもない。現行の文楽、歌舞伎においては、桜の花が、道行き初寝旅、ガレン方言館に見られるが、浄瑠璃の本文に基づけば、本来はいずれも桜の咲いている自分ではないのである。千本桜という言葉は、初段大女、陰の御所の終わりに、とあるだけで、桜という言葉が出てくるのもここだけである。 しかし、院の御所でも桜が咲いていたわけではない。また、壇の裏のことも出てこない。平家が壇の裏の合戦において滅んだのは周知のことであるが、この、吉常千本桜においては平家が滅んだのは、八島の合戦であるとし、この時に、安徳天皇やニーヌにも受水したのだと吉常は、院の御所で物語る。すなわち、原作の浄瑠璃では、 千本桜と称していながら、桜の花は出ず、壇の裏の戦いについてはあえて史実を曲げ、なかったことにしている。新日本古典文学体系の中では、壇の裏のことについて触れないのは、歴史には裏があるとの設定から、あえて壇の裏合戦の号を避けたとしている。現行の文楽では、原作の浄瑠璃の本文通りの構成で上演されることも多いが、 歌舞伎では前段を通して上演される機会は少なく、人気のある場面が独立して上演されることが多い。またその場合、場面の名称には、以下のように本来の断名とは異なるものが使われる。例えば四段目の口、道行き初音旅だけを上演する際は、吉野山、四段目の節ガレン方言館の段だけを上演する際は、四の切れと呼ぶ。また、以下のように、 一つの筋で通せる部分を抜き出して上演することも、ある。鳥居前、吉野山4の、キレシーの木小金はレウチジに寿司アナを2019年7月の、歌舞伎座では、星試合を13段の下台で11代目、市川海老蔵が13役早変わりと、二度の中乗りを、行う、新演出で投資の上演が行われた。以下、本作の主要な場面について解説する。 二段目の口。舞台が、伏見稲荷の鳥居を前にしているので、この場を通称、鳥居前という。この後に続く二段目の説、都会や、大物の裏は、脳、船、弁慶の内容を元にするが、船、弁慶は、その前半に生午前が義経との別れを惜しむ場面があり、生が嘆きつつも、義経と別れる。この伏見稲荷も、船、 弁慶の内容を戻って見せていると言える。つまりこの二段目全体が、船、弁慶の趣向で脚色されている。原稿では舞台に、種のオートリーや玉垣のほか花をつけた梅の木を飾るが、原作の浄瑠璃では、初段大女の陰の御所の段の冒頭に、とざさ、ぬ、垣根うの花も、皆、白旗とときめきてとあり、これは、うの花が、 源氏の白旗のように咲き誇っていると形容したものである。これに従えば、陰の御所の時期は、宇の花の作書か、さらに初段切れの、堀川御所はそれより、後のことであり、二段目の口、伏見稲荷は、その、堀川御所から次の日の早朝未明のことである。史実では、堀川の吉寝てが、鎌倉勢に襲われたのは10月半ばのことで、 新日本古典文学体系の中では浄瑠璃での設定として8月後半のことだとしている。吉根一行についても、原作の浄瑠璃では初めに、堀川御所から逃れた吉根駿河、亀井の主従3人だけが出てくるが、現行の歌舞伎では、大抵、駿河亀井の他にもとものものがいて3人以上の人数となっており、さらに幕が開くといた月すなわち、 義経はじめとする人数が最初から舞台上にいて、芝居が始まる。弁慶も、原作では生の後に一足遅れて駆けつけるが、これもするが亀井をはじめとする、友のものと同じく、幕が開くと、最初から舞台上にいる場合がある。文楽ではこの場の佐藤忠信の姿は、後の四段目、道行き初音旅と、概ね変わらぬものであるが、歌舞伎ではこれを勇壮な荒ごとの演技とし、 その衣装は四点の上に二葉だすき、顔はくまどり、頭は、ししかわという髪を逆立てたカツラである。いつみとうだの道家的のおかしさに、造標による立ち回りなど様式美の濃い一幕で、幕切れの中心の引っ込みは、その正体が狐の変化という設定により、狐六方と呼ばれる特殊な型を見せ花道を引っ込む。都会や、大物の裏二代目、中村伝え苦のとももりと、 初代中島さんはじめえもんの弁慶。延長5年5月、江戸中村座。鳥居清計画。二段目の説。上でも触れたようにこの段も、脳、船、弁慶を下敷きにしているが、他に、脳、怒り線の趣向も取り入れ、脳の平と森は幽霊であるのに対し、本作では幽霊に装った友森本人が登場し、合戦の様子を再現している。 原作の浄瑠璃では、大物の裏は都会屋のすぐ近くであり、都会屋、大物の裏、都会屋、大物の裏と場面が交互に映っている。現行の文楽では一杯道具、すなわち幕を引くことなく場面転換をこなし、最後は舞台面が海原となり、海から出た岩場の上に船で乗り付けたとももりが立ち、怒りを担いで受水する。 歌舞伎ではとももりが都会屋から出るところで一旦幕を引き、すぐに幕を開けると舞台は海辺の景色、上手に屋台を設け、そこに安徳帝と展示のつぼねが沖の様子を伺っている。局が安徳帝と共に受水しようとして、義経の手の者のに取り押さえられる。と、再び幕となり、幕が開くととももりが受水する時のお道具という段取りで都会屋の場、 大物の裏の場の二つの場面にはっきりと分けている。もっとも浄瑠璃の本文では、船で大物の海へと出た友守が船の上から怒りを担いで受水するように書かれている。浄瑠璃では最初、旅の僧に姿をやつした弁慶が歌たた寝をしていた、金平娘を案、実は案特定をまたぐ。すると帝という後期の人物の上をまたいだことにより、 弁慶の足が痺れるという場面があるが、これが、義経がこの家の人物たちがただものではないと見破る、伏線となっている。安徳天皇が、実は姫宮であったというのは、平家物語にすでにそれをほのめかす記述が見られ、当時公説として流布していたものである。歌舞伎では古くは銀平は、出の時に怒りを担いで花道を出たが、原稿では番傘を持って出る。文楽では、 今でも怒りを担いで出ている。また、歌舞伎で、銀平が着ている長い上着は、厚紙という絵ぞ地産の衣服をかたどったものである。この銀平に追い払われる、相模五郎は、七代目、市川段十郎が演じてからは、歌舞伎ではご馳走役として、幹部級の役者が演じるのが例となっており、原作にはない、魚尽くしのセリフを言いながら引っ込み、その後大物の裏の安徳帝と壺への、 ご中心では、白装束の四天に姿を変え、竹本や下座に合わせての勇壮な芝居が見どころとなる。吉経たちを立たせた後、銀平実はとももりが、そもそもこれは、官武天皇九代の後院、平野とももり幽霊なりと、能、船弁慶から取った歌いで現れる。その姿は、再会にて滅びし、平家の悪霊を、とももりが怨霊なりと雨風を幸いに、 彼らの目をくらませんため白装束のいでたちであるが、後に、義経への奇襲に失敗しそれが、死装束となるのである。さらに、友森が戦乱を、塩にて水に活性せしは、これがきちと、イカ六道に例えて述べる下りは、仏教思想の影響の強い、平家物語の影響を感じさせる場面である。三段目は初段、北佐賀安室より逃れた若葉の内子一行が、 平これ森を訪ねるための旅の場面から始まる。三段目の口、シーの木は、好みとも言う。ただし、ジョールリンの本文には、土地の実とあり実は、シーの実ではない。大和下市の茶店で、内主たちはイガのゴンタに目をつけられ、ひどい目に遭うが、この場でのことが、後の寿司屋へのいろな伏線となっているのである。二代目、尾上松小緑は、このシーの木のゴンタの方が、 後の寿司屋の根体よりも難しいと述べている。三段目の中、小金割れ打ちには、歌舞伎の様式美あふれる立ち回りが人気である。今日の方は、立市の坂東八重之助が、無声映画、おろちの、週末近くの立ち回りに啓発されて作り直したものと言われている。小金我が子と切れて倒れるところに、野材門が通りかかる。歌舞伎では野材門が刀を振り上げて、 首を切ろうとするところで幕を引き、そこで、えいという声と共につけが入って小金割れの首を切ったことを表す。三段目の説。ここに出てくる、鶴べ寿司とは、売れ寿司でありそれを製造販売する店で、もっぱらおけ売りを行っている。この寿司に使うおけが話の上で深く関わることになる。いが、ミのゴンタは前段、シーの木を見ると、手のつけようがない悪党だが、この、 寿司屋では最後には、家族ともども主筋のために命を捨てる善人となる。戻りと呼ばれる浄瑠璃、歌舞伎の作劇法だが、ゴンタの場合は、父親に刺された後本心をとろし、母親に抱かれながら死んでいくという役柄で、肉親の情愛が強調されるほど、ゴンタの自己犠牲が悲劇性を帯びてくる。本来二枚目役の十五代目、市村うざ衛もんは、不良のゴンタを、 江戸前風に格好をよく見せた。一方、二代目、実家は炎尺はゴンタを、髪型の田舎のゴロきらしく見せ、この二人が、ゴンタの双壁と言われた。しかし実は、ゴンタの行動は、原作の浄瑠璃の本文を読む限りにおいては、行き当たりばったりの感が強い。父や左衛門に刺された後のゴンタの十回を抜き出すと、以下のようなことを述べている。要するに、 ゴンタの行動を整理すると次のようになる。こうして見てみると、2でゴンタが母親から金を騙し取ったのが、これもリサはご夫婦の露金になどというのはどう見ても後付けである。また5においても、小金我の首と妻子の犠牲が偶然に得られたからこその身代わりであり、最初から身代わりなど考えてはいなかった。結局ゴンタは3の時点で改心したのであり。 改心はしたものの実際には、読んで、これ森たちの後を追いかけ、とりあえず三冠目の金を渡すことぐらいしか考えて、いなかったことになる。だがこの成行きに任せた身代わりの計略は、最初から梶原景時に見破られていたのである。頼朝は、これ森の命を助けるよう景時に命じ、景時はその意を込めた、頼朝の陣羽織がこれ森に渡るよう仕向けていた。 つまり、より友や景時の手の上でゴンタは踊らされていたので、あり、そして最後は逆上した父親の手にかかって死ぬ。義経千本桜は三人の上流璃作者の合作によって書かれたが、この三段目の執筆は、並木千流が担当したという。千流こと、宗介の単独作には、せっかくの犠牲が無駄に終わるという展開が見られるが、この、 千本桜のゴンタにおいても、そうした、宗助の作品が伺えるようである。それは所詮田舎の若いチンピラ風情の哀れさを物語っているとも言えよう。ちなみに、大阪弁で、やんちゃな子供を意味する、ゴンタは、この意が、美のゴンタに由来する。寂しか発音職長三代目、瀬川菊之丞の玄黒郎狐と、初代、松本米三郎の静か午前。 四段目口の道行きを不本説で上演したもの。完成十一年九月、江戸志村座。初代、歌川豊国が、四段目の口。敬語と。浄瑠璃の本文では四段目の冒頭だが、歌舞伎の当時、上演では三段目を飛ばして、大物の裏の場の後に上演されることが多い。吉野へ向かう聖午前と佐藤忠信の旅路を描く。しかしこの、 吉野山については、実は、原作の浄瑠璃と原稿の文楽、歌舞伎の舞台との間に食い違いがある。原稿の文楽、歌舞伎ではいずれも舞台一面は、大からウんんの吉野山であるが、原作の浄瑠璃の本文を読むと、桜は咲いていない。浄瑠璃の本文には、見渡せ、場、四方の小もほころびて、梅が替歌風歌姫の、とある。歌姫とは、うぐいすのことであり、 木々の目がほころび、梅に、うぐいすという軽物からしても季節がまだ春の初め、すなわち桜はまだ咲かない自分であることは明らかである。またこの段は、通称、吉野山とは言うが、最後に、三吉野のふもとの里に伊豆を突きに行けるとあるのを見ても、わかるように、上瑠りが語っている場所は、吉野山ではなく、京から、吉野山までの道中であり、宇賀の御玉の御社や、細谷、 あわら峠といった地名が挙げられている。江戸の芝居においては、この、道行き初ネタは、文語説形上瑠璃で上演されるのが例となっており、その上瑠璃下台もその時々で新しくつけることが多かった。その中で、安永6年6月、江戸森田座で上演された、雪下ろし不花日もろぎではその師匠に、春の初めであることを示す原作の本文をカットし、 桜の花盛りである時期として過失されている。この四段目口に本来なかった桜が出てくるようになったのは、この時期にまで遡るようである。また江戸ではこの書写時を原作の内容をそのままに演じるのではなく、生徒、中心以外のものを登場させるなどの情報をしている。例えば、日本儀曲全集初集の新曲初ネタでは、 最初に聖午前のことを噂する百姓たちが出た後、太郎松とおちょぼという百姓の若い男女が、花道から出て踊る。そこに、聖も出てきて太郎松とおちょぼ、聖の三人の少佐があり、その次に中心が聖の打つ鼓に釣られて現れる。そして最後は、孫の六蔵という男が出てきて、聖を捕らえようとするが、中心と立ち回りの末に投げられまく、となっている。 他にも、歌舞伎オンステージ初集の、話総発音の旅では、幕が開いて、最初に生徒中心が、本舞台競り上げから同時に現れ、所作寺があって生徒中心が引っ込むと、その後は、田舎娘と、大三上楽の男二人の所作寺になるという趣向である。直等項目の画像に掲げた、寂しか発音職長では、生徒中心の他に三代目市川八百増粉する。 鳥刺し男が出るというものであった。現行の歌舞伎で吉野山に使われている曲は、文政5年5月、江戸中村座の育菊長初音道行に基づくものである。初演は不本説であったが、後に曲を清本武に改めており、さらにこの曲に竹本を入れかけ合いにして上演するのが現在では普通となっている。文楽ではもちろん初演以来議大優説で、 上演されており、中心が合戦の様子を物語る場面では扇を持ったせいが、浄瑠璃の真っ逆さまというところで、後ろ向きに中心に向けて扇を投げ、それを中心が受け取るのが見どころの一つである。四段目の説。ガレン方言館は、動物の肉身への情愛を描くことで、肉身同士が争う人間のひどさが浮き彫りになるという構成が優れている。四の切れとは、 本来は五段構成のギガ友情瑠璃の四段目の説のことだが、歌舞伎ではこのガレン方言館が特に人気で頻繁に上演されるので、単に四の切れといえば本作のこの場面を指すようになった。ただしこの場の舞台面には、原稿では桜の花があるが、これも原作の浄瑠璃を読めば桜は咲いていない時期である。後の五段目にも、その最初に山々は、 皆白耐えに、白雪の、小杖る時景色かなとある、ガレン方言館、中村指導の佐藤忠信、駿河二郎と亀井六郎に引っ立てられる場面。長い五段、続くの上流離の中で、本物の佐藤忠信が、この段において、やっと登場する。この中心は古くは、陣羽織の姿であったが、後に、現行のように、長上下に大将となっている。 歌舞伎では、本物の中心と玄郎狐を一人に役で演じる。本物の中心がまだ、疑いありと引っ立てられた後、聖が、初音の鼓を打って、偽物を呼び出すが、この時、竹本の、かの、落葉に聞こえたる、会計上文虎士の鼓、角屋と思う春風に、夕晴れ来たる、佐藤忠信の浄瑠璃でドロドロと雷女という、なり物と同時に、玄郎狐が、 館の階段より仕掛けで現れる。古くは、この玄黒鬼爪の登場にも色々と工夫が凝らされたようで、舞台上手にいる手がたりの竹本の太夫が使う剣台の中から飛び出したり、または、その竹本の三味線の胴から川を破って現れるという演出があったという。主役が狐ということもあり、本物の中心から玄黒鬼爪への早変わりや、 卵管渡り中乗りなどのケレンと呼ばれる派手な演出が客席を沸かせる。歌舞伎は明治時代から昭和にかけて交渉化を目指し、ケレンを廃する演出が施行されたが、この場面はそういった時代にもケレンを多用した人気演目として演じ続けられている。しかしこの四の切れは、本来は玄黒狐の親狐に対する情愛を見せる芝居であり、 その内面の表現は、ケレン以上に突っ込んでやらなければならないと三代目、市川猿之助も述べている。玄九郎狐が、初音の鼓を持って、姿を消した後、横川の里主犯実は、平野のり爪の登場する下りは、現行の文楽歌舞伎では、カットされることが多い。文楽では上演されることがあっても、原作の本文を、かなり切り詰めた形となっている。歌舞伎では、 芝居の大詰めは、敵味方と,ともに、後日の再会を訳し、まずそれまでは、さらば、おさらばなどといって、幕となるのが約束なので、原稿の歌舞伎でも、原苦義狐が鼓を持って消えるところで一旦幕を引き、その後、奥庭の場面となり、正体を明かしたのりねが、中央に、義爪や中心をはじめとする、者たちがその両側に並びさらばさらばで幕となる。 三代目猿之助は通常上演されない原作の五段目の筋を活かし、中心が吉野山の首都と大立ち回りをする場面を加えている。吉爪千本桜、2012期の下歌舞伎オフィシャルウェブサイト。k-i-n-o-s-h-i-t-a-k-a-b-u-ki.org2021 年5月19日閲覧。マロン、木下歌舞伎、吉爪千本桜。 国オフィシャルウェブサイト。2021年5月19日、閲覧。ヨシツ千本桜、都会屋、大物の裏、木の下歌舞伎オフィシャルウェブサイト。k-i-n-o-s-h-i-t-a-k-a-b-u-ki.org。2021年5月19日閲覧。ヨシツ千本桜、都会屋、大物の裏、木の下歌舞伎オフィシャルウェブサイト。 k-i-n-o-s-h-i-t-a-k-a-b-u-k-i dot org 2021年5月19日閲覧。ありがとうございます。